皆様、こんばんは。みんな、大好きウォンニャス速報のお時間です。12月15日、木曜日もウォンニャスの女神、ニャス姫にお付き合いくださいね。ウォンニャス速報の後は、気になる韓国経済ニュースをピックアップするので、最後まで視聴するのよ。これは、お姉さんとの約束よ。では、最初はウォンニャス速報からね。記事のタイトルを読むわよ。韓国証券市場、ウォンニャス速報、開幕は 1296.01。ソロウォンよ。私は、何度も帰ってきた。FOMC 開催中で超フルボッコ。韓国証券市場、13日、米 CPI 発表が市場予測を下回る結果で、利上げ 0.5% が織り込み済み。それなのに、22時15分に、1305から、いきなり1290ウォンまで上げて、昨日はソロウォン離脱したはずだった。しかし、ジンボルトが明らかに大規模な介入だと述べた。そして、今日のウォンはどうなったのか。ソロウォンよ。私は何度も帰ってきた。まさに、ガトーさんがソロウォンへと帰還するように、ウォンも開幕直後には戻っていた。やはり、ソロウォンの引力は凄まじい。あっという間に戻される。では、開幕から見ていこう。スタート値は 1296.01 だ。それではチャートをどうぞ。今回も録画したチャートを貼るわよ。開幕はなんとか離脱していたわけだが、早速、ヘッジファンドから歓迎のハゲタカ砲だ。その直後、ウォンは1300へと再び戻ってきた。あっという間だった。9時12分には1301ウォンだ。しかし、肝心だってようやく離脱したのに、数日で戻されたらたまったものではない。ここは、肝心法で、一気に離脱を図る。ドーン。両陣営の激しい打ち合いに、愛犬のジョニーも楽しそうだ。10時前、肝心法で1297ウォンまで押し戻す。だが、FOMC 中なので、肝心としては、明日の朝3時頃に使うドルをなるべく温存しておきたい。だから、ここはあえてノーガード戦法だ。だが、これがいけなかった。麻雀に例えれば、相手の万願ツモが怖くて、休みの手を積もらせようとわざと手を崩して論牌を打つようなものだ。だが、相手が勝負から引いたのなら、逆にこちらが進むのが麻雀の本質だ。ケチな展望など拾う気なし。そんな安い論牌より、自分で積もる。ヘッジファンドは、そんな気持ちだったのだろう。そして、10時半頃からウォンは売られていく。気がつくと12時半には1303ウォンだ。さすがにこれはまずいと慌てて、肝銀砲を打って戻すも、さっき交代した分、自利品状態。再び1303ウォンまで押し戻されて、最後も肝銀砲だ。結果は 1303.1。6.8 ウォン安。終わり値でも、ソロウォン注意期が確定した。それでは時間外はどうだ。肝銀のドル温存作戦をヘッジファンドに見破られてしまい、もう、ここからはフルボッコ。16時20分頃からウォンが急降下して、17時半には1308ウォンまで下落。FOMC 後のドル温存作戦が完全に裏目に出たようだ。ツッコミは以上。今日の結果を読むわよ。2022年12月15日の韓国証券市場の結果。コスダック指数 6.32 ポイント、下降 722.68、終わり値。総合株価指数 38.28 ポイント、下降 2360.97、終わり値。ウォンドル相場 6.8 ウォン安 1303.1、終わり値。投資主体別売買動向。個人が4580億で、買い。外国人が574億で、売り。期間が4360億で、売り。個人が買って。外国人と期間が買いと。韓国債と社債の利回り。国庫債券1年。3.640 プラス 0.018。国庫債券3年。
3.536 プラス 0.006。 国庫債権5年。 3.440 マイナス 0.031。 国庫債権10年。 3.380 マイナス 0.026。 会社債 AA 無保証3年。 5.263 マイナス 0.009。 会社債 BBB 無保証3年。 11.118 マイナス 0.002。CD91 日 4.0300 CP91 日 5.480 マイナス 0.020。 今回は短期国債の金利が上がり、反対に長期国債は金利が下がっている。会社債と CP も金利を下げている。 CP については資金供給して無理に下げようとしている。日経平均とトピックス。日経平均は 28,051 円70銭。マイナス104円51銭。トピックスは 1973.90。マイナス 3.52 ポイント。ドル円は 136.343。再び円安に向かっている。これについては気になるニュースがあるので引用しておく。市場関係者は、アメリカの FRB 連邦準備制度理事会の会合の後の記者会見を受けて、パウエル議長が来年も金融引き締めを続ける姿勢を維持したという受け止めが投資家の間に広がり、アメリカの景気の先行きへの警戒感から売り注文が出た。一方、国内については経済活動の進展への期待からデパートや鉄道関連で買い注文が出たと話しています。つまりアメリカの利上げは年内で終わらない。来年も引き続き継続する可能性が示唆されたと。やはり 5% の金利を目指すのか。ここからは気になるニュースを見ていくわよ。最初のニュースは、日本の一人当たり GDP、 今年台湾、来年は韓国に追い抜かれるというもの。あれ？まだ抜いてなかったの？しかもこの記事はかなり笑えるわ。早速引用するわね。日本の一人当たりの国内総生産 GDP が今年は台湾、来年には韓国にそれぞれ追い抜かれるという観測が出てきた。国際通貨基金 IMF と国連によると、2021年基準で、日本の一人当たりの GDP は 39,583 ドルで、韓国 34,940 ドル、台湾 32,470 ドルを、それぞれ 13%、22% 上回っている。同センターはこれに先立ち、昨年12月の発表では、日本の一人当たりの GDP が2027年韓国に、2028年台湾に追い抜かれると予想していた。しかし、円安で、一人当たりの GDP の逆転時期も前倒しになるというのがセンターの予測だ。今年、米国の利上げによって、ドルに対する日本円価値は約 20% 下落した。反面、韓国ウォンと台湾ドルは、それぞれ 10% 程度の下落にとどまった。センターは、韓国と台湾が行政などのデジタルトランスフォーメーション、DX で先行し、これに伴って、労働生産性の伸びにも影響があるだろうという分析した。韓国と台湾の労働生産性は、2020年代に、1人当たりの GDP を約 5% ポイント押し上げるが、日本は 2% ポイントにとどまるという予測だ。これについてのジンボルトのツッコミを読むわよ。まず、韓国さんは、日本を追い越すとかよりも、台湾に抜かれてしまう現実を直視した方がいいぞ。また、この記事はかなり恣意的だ。今の日本の円は136円なので、20% も落ちてない。せいぜい、15% 程度だ。それで、韓国は、1200から考えたら、10% 程度の下落になるが、問題は、ここから落ちないはずないよな。何しろ、来年は韓国経済が破綻するかどうかの瀬戸際だぞ。一人当たり、GDP を日本を抜くことを期待するより、国の未来を心配した方がいいぞ。大体、抜いたんじゃなかったのか？ 5 年ぐらい前から抜いたとか言って、まだ抜いてないという。そもそも、2027年まで、韓国が、今まで、通りの成長などできないんだが。まあ、虎ぬたぬきの革残業ってやつだな。それよりも、
明日のご飯を心配した方がいい。ニュースは以上ね。韓国さん、自分らが1450ウォンまで落ちたことは、すでになかったことにしているわね。日本の円が145円で 20% 落ちたというなら、1450まで落ちたウォンも、1200からすれば 20% 以上落ちてるわ。だいたい、来年はどうなるかわからないのに、2027年には追い抜けるはずとか。本当、永遠の10年がお好きのようね。しかも、GDP では、そのうち、ナイジェリアやパキスタンあたりに抜かれるんだっけ。まあ、なんでもいいけど、韓国さん、頑張って。それではご視聴ありがとうございます。明日のウォン安速報もお楽しみにね。そうそう、チャンネル登録もよろしく。ニャク姫、お姉さんとの約束よ。それでは明日、バイバイ。